ゃあ外装フロントバンパーから見ていきます。まず右前ですね、何か大きく擦れてるようなところはないですね。リップ周りもこんな感じで綺麗な感じですね。左サイドも、大丈夫ですね。まあ細かいこういうようなあの飛び式図はありますけど、全体的には結構綺麗なバンパーですね、はい。でヘッドライト左右とも綺麗な状態ですね、そして無限のグリルが入っております。でボンネットの方は特にへこみはないですね。で傷の方もこんな感じで、まあ、特に目立つようなのはないですね。綺麗な感じです。で、左のフロントフェンダーです。こちらも綺麗ですね。でタイヤが、アドバンレーシングの RS 入っております。サイズはですね22540の、18。タイヤの溝の方も、まあ、まだ残ってますね。ドアミラーも綺麗です。そして助手席側のドア、この辺も綺麗な感じですね。でサイドステップ周り、まあ、若干の、傷というまあか、まあ、本当飛び石がちょっと飛んだような傷ありますけど、 あとここはちょっと擦ってタッチアップしてる感じですね。で、左のリアドア、こちらは特に気になるところはないかな。で、左のリアフェンダーです。あ、綺麗ですね。こんな感じです。で、左リアのホイールです。こちらも特にガレ傷はないですね。タイヤサイズはフロントと同じ22540-18。タイヤの溝、こちらも結構残ってますね。で、サイドのへこみ特に見当たらなさそうですね。リアのフェンダーも大丈夫そうです。続いてリアバンパーです。この辺は綺麗ですね。ここちょっとへこんでますね。あと傷が、ついてます。綺麗ですね。こんな感じですね。でトランクは、まあ、このちっちゃいちょっとスポイラーがついてますね。へこみは特になくて、まあ、傷の方も大丈夫そうですね。続いて右リアのフェンダーです。綺麗ですね。こんな感じです。右リアのホイール、こちらもガリ傷は特にないですね。で、右リアドア、そして運転席のドア、この辺は綺麗な感じで、サイドステップここですね、ちょっとぶつけて、へこんでる感じです。特にないですね。で、フロントのフェンダーの方も綺麗な感じです。ホイールは4本ともガリ傷っていうガリ傷はそんなない感じですかね。で、ルーフの方も、まあ、特にへこみ傷ともに、ないですね。で、右側のボディサイドのへこみ、こちらも特に見当たらないですかね。はい、以上アコーディユーロ R の外装でした。